Hey guys, what's up and welcome back to the channel. アスター騎士団、残敵を一掃せよ。王国の栄光のために。変ね、どうして魔物はいきなり三大都城を襲ってくるのかしら。マルキュレ隊長、マーリス、どうした。この辺りの敵は完全に殲滅しました。次の資料。見て、少し様子が。星の力が見えるわ。デストロイ・エテオ。あらあら、これは普通の攻撃じゃダメみたいな。仕方がない、あれをやるしかない。行くぞマーリン。了解。どうやら今回の魔物の侵入は単純じゃなさそうだ。見て、あれは。まずい、早く逃げろ。しつこいやつめ、ここまで追いかけてくるとはな。構造、私を誰だと。私を捕まえられると思っているのか。ただの傭兵の分際で笑わせるな。貴様一人で何ができる。命令。私が倒しちゃったのはもしかしてあなたの手下だったの？少しは油断したが、まだまだ青いな。後悔するがいい。真理の光からの使者たち、奴らを引き裂け。ここからはマルコの指導時間だよ。
地、火、水、光、波の五属性があるよ。地は水に強くて、水は火に強く、火は地に強く、光と闇はお互いが有利になる属性だよ。上にある緑色の矢印は攻撃する英雄がその魔物に対して有利っていう意味なの。マルコの力を見せてあげる。せいやー、じゃんじゃじゃーん。いい攻撃だね。これで魔物たちもおしまいだ。運命の剣を使ってとどめを刺そう。運命の剣で敵を倒したら残った他の敵に追撃することができるよ。よし、今だ。あらあら、ガキ二人に負けるなんて本当に役に立たないわね。お前、計画がもうすぐ始まるわ。雑魚に手間取ってんじゃないわよ。悪魔様はあなたに会ってくれるそうよ。ついてきなさい。すごーい。
すぐだよ。君たち、やっと帰ってきたかにゃ。ホームズだ。腕っぷしが必要な任務なんかよりも頭を使う仕事の方が僕みたいな天才にはふさわしいのさ。そういえば今回の任務はうまくいかなかったんじゃないか。気がずるすぎたんだもん。でもまあまあ、そう落ち込む必要はないさ。ほら君たち、これを見にゃよ。依頼状は僕が情報収集をしている時に手に入ったのに、僕の推理通りならこの闇の女王とは黄色の恋の主メデューサだね。どうだい、その女王様に会いに行ってみるのは。隊長の実力に僕の天才頭脳を加えればひょっとしたら彼女に気に入ってもらえるかも。闇の女王の依頼を達成できれば、僕たち傭兵団の名はきっとすぐに三大都城のあっちこっちに知られる。新しい仕事も山ほど来るはずにゃ。でも今さらそんな話しても無理だよ。大吉君の家賃すら出せないのに。だからなおさらヒーローの恋に行くべきなんだよ。僕の情報によれば今回の報酬は金貨6万枚もあるにゃ。金貨6万枚？本当なの、ホーニャズ？もちろん、どうぞ。天才探偵の名にかけて保証しよう。時は金なり。金貨6万枚が私たちを待ってる。隊長、今すぐ出発しよう。おい君たち、僕を置いていかにゃいでくれ。やや暗い明かり、高級赤ワインの香り、そして質の悪い香水とタバコの匂いが混じって、僕の推理が間違っていなければ噂のヒーローの恋はここに違いにゃい。看板の上に書いてあるよ、ホーニャズ。そうにゃのか。こいつらもあの依頼が狙いのはず。もしかすると、まことに申し訳ございません。俺の超かっこいいコートを汚しやがって、バカ野郎。本当に申し訳ございません。私不器用なので、今度は洗濯させていただきます。洗濯で済むと思ってんのか、このボケが。こんな可愛いこと雑用だけなんて、もう俺と一緒に飲んでくれれば、さっきのことはなしにしてやるよ。やめてください。私には無理です。なんだと、それが客に謝る態度か。お前の意見は聞いてねえ。おとなしくしろ。
た。Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe.